皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理栄養士の宇野芽です。今日もお題に沿った食べ物をコンビニに管理栄養士目線で買っていきたいと思います。何回も言ってんのにたどたどしいそれでは今日のお題をお願いします。今日のお題は200円以内で春バテに効く食べ物。春バテ初めて聞きましたね。夏バテ以外あるんですかね、春バテってね。春バテに効く食べ物探していきたいと思います。それでは行ってきます。できました春バテ、初めて聞きましたので、私も冬バテとか秋バテもあるんですかね、そうするとわかんないですけど、春バテ調べたんですよ。そしたら春バテとは、春って結構寒暖差が激しいですね。暖かくなってきたなと思ったらもう急にまた真冬の寒さになったりとか、そういう意味では寒暖差が激しいというところが一つ、結構ストレスがかかってるなと思うんですね、体に。でもう一つは3月4月と特に期末気象、部署を移動したりとかもあるかもしれませんね。学生さんだったら次の学校に入るとか、いろいろと4月環境の変化が大きいと思います。そんな春バテを回収するために良い食べ物ベスト3をコンビニで200円以内で買ってきました。それではご紹介します。1つ目、豆乳ドリンクになります。これはちょっとココア味のものにしてみてます。最近いろんな味のものを売ってるかと思うので、自分の飲みやすい味でいいかと思います。豆乳にはですね、マグネシウムが多く入っています。マグネシウムはですね、神経伝達を整えてくれる働きがあります。ですので不足してくると神経系のトラブルとかが起きやすくなってきて、抑うつですとかそういった症状が出てくる可能性がありますので、マグネシウムが多く入っている豆乳を選んでみました。2つ目、卵です。これはゆで卵を選びました。卵をなぜ選んだかと言いますと、こちらはですね、ビオチンという栄養素が入っているから選びました。ビオチンはですね、エネルギー代謝に深く関わっております。ですので、エネルギーですとタンパク質、脂質、炭水化物ですね、これらがエネルギーに変わるために使われるのがビオチンです。ビオチンをしっかりと摂ることで、しっかりとエネルギーに変換することができて、しっかりと使うことができるようになるので、体のだるさとかそういったことの解消につながるんではないかなと思います。3つ目、豚肉になります。味付けされたものですね。おつまみのような形でも食べれます。豚肉をなぜ選んだかと言いますと、ビタミン B1 が多く入っているからです。ビタミン B1 はですね、特に糖質の代謝に使われると言われています。脳のエネルギーも糖質ですので、糖質がしっかりとエネルギーに変わることで脳もしっかりと活動する。で、神経系のコントロールというのは、脳がしておりますので、しっかりと脳にエネルギーがいくことで頭もシャキッとしますし、気持ちのだるさとかそういったところの解消にも役立つのではないかなと思います。先ほどのね、卵の入っているビオチンと同じように、糖質がしっかりとエネルギーに変わる時にもビタミン B1 が働きますので、いいのではないかと思って選んでみました。それぞれの値段なんですけれども、豆乳はだいたい 200ml のパックで100円ぐらい、卵は1つ80円ぐらいで売ってますかね。豚肉の方は200円で買えるかと思いますので、お試しいただければと思います。ぜひ新しい言葉、春バテ覚えていただければと思います。コメント欄の方にお題の方いただければ、私がそれに沿ったものをコンビニで買ってきますので、ぜひコメントお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。